よく理由がわかんないけど、録画を開始しました。よし。いきますよ。はい、いきます。なんか歌舞伎が始まるようです。在東ツアリー本のタンタルもお待たせいたしました。本日は5月29日です、ね。早いです。もう終わります、5月も。あっという間ですね。もう5ヶ月終わったんだよ。ねえ、早いですね。しかもなんか桜の話、昨日おとといまでしてたのに。筋だ。ねえ。それからルピナスとか花勝負になってきます。理想郷の季節だね。そうなんです。もうさっさって行きます。理想郷さんなんか今年は市民無料だ。なんか25周年なので。知ってました。なんか無料で開放するみたいなこと言ってましたよ。まだでも新聞とかのかな、出てないから、ね、それをいち早く、うん、理想郷さん出来たての頃はよく分かんなかったけど、今はすごいね、希望がね、すごい知名度、100点満点、うん、県内の人はみんな知ってますよ。こう一通り回るにも時間かかる、うん、増えたし、あ増えたね、あそこの東屋の五南部屋敷の、あそこでこう食べるお蕎麦とかいいんですよ、また長女が食べたのが大きいとこで、うん、それがまたお昼のひとときいいですね。テーマパークですね。そう花がいっぱいあるテーマパーク、まあ、東田そういう意味ではいろんな種類のパークが、うん、細く広場もあるし、ね、ありますね、街中も街中で、うん、外は外で、うんうん、結構ありますよ。みんな民間の企業人が一生懸命、うん、頑張ってます。なんとかしようっていう思いがあるよね、はい、そうなんですね。いいことだね、うんうん、いいことです。まあ季節がいい季節だ、うん、ね、暖かくなったし、いやいやいや、でも昨日と今日なんかあちこちで異常気象ですごかったね。となんか都会の方ではあられちゃんが起こしてきた。かなりピンポの置いたいだろうね。穴開くんですよ、ハウスとかのタバコの葉っぱは全部穴開いたりするので、誰にも食いわけにいかないし、ね、うん、この頃ここ何年間か青森県ひょう降ってないですね。あられも大きいのは一時ありましたね、集中して。なんかこの頃この辺にない代わりになんか関東の方に、だこっちにもなんか来るかも、来るかな。で昨日も大変な雨でね、で今日もなんか昨日と天候が似てるよって言ってるってことは、今から降ってくるかもしれない雲がいるんですよ、その辺に。なんかどこに降ろうかなと思って上でこう見てるんじゃないですか。どこに降ろうかな、あそこへ降ってやろうかな、こっちで降ってやろうかなとかね。今回もしてるんでしょうね。いやですね。でまあ今日はですね、ちょっと早めになってますけども、はい、実は6月1日、1日号の新聞が基本的にはもうスタンバイ、はい、で今最終紙面を擦ってるところです、はい、で、外側はもう擦り終わってます、うん、で真ん中に挟む一面が、一枚が今某印刷所で今擦ってるところです、うん、それが出来上がりしては届きますんで、そうするとここでシュッシュッとこうですね、うん、挟んで畳んでやる姿をですね、皆さんに生で見てもらってですね、この前みたいに、ね、生中継ですから、暇な人、手伝いに来てもらっても結構ですので、あ、それがいい、ね、まあ、来ないと思いますけど、できればこれを見てる方に手伝ってほしいですね。これ視聴者から差し入れが届きましたよ。マッチラテ、マッチラテをどうぞって、いや、いい人もいるもんですね、世の中にいただきながら、やっぱお茶してます。さ、差し入れですので、ありがたく、うん、誰からとは言いませんけれども、うんうん、ありがとうございます、ね、いいことでございます。今度、はい、テレビ、あ、うちの新聞に載ってください、ね、あとはそうだね、でね、昨日ね、うんうん、キリタ中学校へ行ってきました。はい。行ってきました。ね、行ってきました。食べてきました。東田の食材を使ったランチバイキングっていうのをですね、教育委員会の主催、農林部が主催なんですよ。はい。もう行くよね。で、久保田部長以下、ドロッと揃ってまして、ね、うん。みんないたんですか、例の三品、そう、平田さんもいましたね、ずらっと。さつきさんもいたのかな、さつきさんはいなかったですね。若い男の子がいました。横山さんかな、高渕さんとかね。高渕さんいなかったね。あ、で、横山さん。うん。じゃあ、横岡さん。で、横岡さん、そうそう。でね、聞いたらね、年に10回やるんですって、その十和田食材を使った、うん、ランチバイキングのスタイルをですね、小中学校を選んで、うん、小中学校込みで 10箇所行くんですって、うん、まずこれでね。で、桐田中学校の場合は56名の生徒だったもんで、うん、もう全校一斉に昨日はやった、うん、で大きい規模の学校の場合は学年を選ぶとかですね、こういうふうにしてやってるんですって。でね、中学校の場合は3年間在学しますでしょ、うん、はい、3年間のうちに1回は必ずそれを体験できるようにローテーションを組む
そうでございます。うんうん、小学校のちょっと詳しくは聞きませんでした、ね。うん、じゃあ毎年1年生っていう感じっていう感じかな。うん、どうなるか分からないですね。うんうん、で、まあ、そういうことがやって、十和田の食材、この様子はですね、この駆け足テレビの、